コジ。うん、おはよう、ノリコ。少しずつだけど、事件の概要が見えてきたね。まだまだ情報は足りないけどな。でも、着実に先に進んでる。この調子で進めていこう。それじゃあまずは、昨日の報告からね。昨日は白川ビルに行ってきたわ。でも休みだったわ。昨日は定休日だったみたい。それと昨日は殺害現場となったライトブルーに行ってきたわ。ここは事件現場となったライトブルーね。いらっしゃいませ。あ、弁護士さん、ご苦労様っす。今日もお話があるっすか？今日はマスターからちょっとお話を伺いたいだけですので。ああ、そうっすか。ではカウンターの方にどうぞ。ええ、ありがとうございます。それじゃあどうしようかしら。そうね、工事が酔いつぶれてた話を聞かないと。少しだけお話を聞きたいのですが、よろしいですか？ええ、どうぞ。被疑者である斉藤さんは事件当時酔いつぶれていたと主張していますが、警察はこれを認めてくれません。そこでマスターにお伺いしたいのです。確か基本的にカウンター内にいるとのことでしたので、斉藤さんが酔いつぶれていたのを目撃しているのではないかと。ええ、よく覚えていますよ。彼は完全に酔いつぶれていました。それを証明する客観的な証拠があればいいのですが。私の証言だけではいけませんか？おそらく酔いつぶれていたふりだろうと反論されると思われます。なるほど、ふりですか。ですがあれは決してふりではなかったですけどね。私もこの商売を始めて長いですから、酔ったふりなのかどうかは見ただけでわかります。それは心強いお言葉です。しかしやはり客観的な証拠はないですか？客観的になるかどうかは分かりませんが、いざとなったら実験してみるというのはどうでしょうか。先ほども申しました通り、私は酔ったふりなのかどうか見ただけで分かります。例えば100人に対して酔ったふりなのかどうかを私が見抜く実験などどうでしょう。これに全部正解すれば私の証言も少しはリアリティが出ませんか？無論私は全部正解する自信がありますよ。え、そんなことわざわざいいんですか？ええ、水谷様にはいつもお世話になっています。彼女のお役に立てるのであればお安いご用ですよ。ありがとうございます。これは有力な証言になると思います。あ、お忙しいところすみませんでした。もうよろしいのですか？もし先ほどの話が現実になったときはいつでも呼んでください。はい。では仕事に戻らせていただきます。本当にいい人ね。マスターは忙しそうね。用事もないのに話しかけるのはやめましょう。これで調査を終わりにしようかしら。ライトブルーの調査はこんな感じだったわ。マスターの証言は心強いな。これで三浦の牙城を崩せるといいけど。報告は以上よ。わかった。それじゃあ俺の方で得た情報を教えるよ。まずは取り調べからだ。昨日の取り調べは参ったよ。とんでもないものが俺ん家から出てきやがった。何？被害者の名刺だよ。これで俺と被害者に面識があったことが物理的に証明されちまった。え？でも浩二、被害者とは会ったことないんでしょ？ああ、全く記憶にないんだけど、出てきちまったものは仕方ない。そこでだ、名刺について調べてほしいんだ。名刺について？
そんなのを調べてどうするの？ほら、名刺って会社の住所が変わったり、イメージチェンジした時にデザインが変わったりするだろう。名刺をもらったとしたら、少なくとも最近のじゃないと思うんだ。俺が覚えてないってことは、泥酔しきっていた可能性を除けば、数年、いや、十数年前ってこともあり得る。わかったわ。名刺をもらった時期を調べたいわけね。それで、浩二が持ってた名刺のデザインって、どんな感じだったか覚えてる？ああ、昨日の晩、紙に書いておいた。こんな感じの名刺だった。ちょっと待って、デジタルカメラで記録するから。これでいいわ。それじゃあこの件に関しては白川ビルに行って聞いてみるね。あ、よろしく頼む。取り調べについてはこれくらいだな。次に、昨日接見に来てくれた人からもらった情報についてだけど、昨日は茜と葵っていう二人の女子高生が接見に来たんだ。女子高生ってもしかしたら水谷探偵事務所にいた子たちのことかな？ああ、会ったことがあるのか。うちの事務所の近くに高校があってさ、そこにある探偵クラブの部員二人、以前通り魔に襲われかけた時に助けたことがあったんだ。以来うちの事務所に入り浸るようになってさ、探偵の技術を教えてくださいって。そうなんだ。朝露さんってさ、俺以外には甘いんだよな。俺たちが抱えてる依頼に深く首を突っ込まないって条件で事務所への出入りを許可してるんだ。たまに電話番させてたりして、俺もびっくりすることあるし。そっか、将来的には工事の後輩になるかもしれない子たちってことね。いや、朝露さんにそのつもりはないらしい。むしろこの商売の大変さを近くで見せつけて真っ当な道に進ませようとしてるらしいんだ。でも今んとこ二人ともやる気満々なんだけどね。完全に逆効果だと思うよ。浩二みたいな面白い人間がいる事務所では。俺からは以上だ。了解。それじゃあ今日の調査をどうするか指示してくれる？了解。それじゃあ行ってくるね。斉藤、接見だ。浩二くん、人気者だね。ちょっと行ってくるよ。行ってらっしゃい。ハロー、元気だった？朝露さん、お久しぶりです。あら、お久しぶりとはご挨拶ね。それはもっと頻繁に来いって催促？いや、まあ、だってとにかく情報が欲しいんですよ。まあ、気持ちはわかるけどね。だからというわけじゃないんだけど、私なりにこの事件の捜査をしてるのよ。え、本当ですか？本当よ。とは言っても今別件の仕事もあるから並行してやってる感じだけどね。そこから分かったことは一つ。どうもこの事件、私の過去にも関係あるってことかな。朝露さんの過去と関係、それってどういうことですか？なんすか？俺の顔をじっと見つめて。こうちゃんの真面目な表情、あまり見たことがなかったからさ。
いい顔してるなって思ったの。やだな、今更気がついたんですか、俺が2枚目だって。冗談言えるくらいならまだまだ元気みたいね。ま、いいわ、私の過去について話してあげる。で、その前に、こうちゃんは今どこまで私のことを知ってるのかな。例えば、私が探偵になる前に何をしてたか知ってる？朝露さんの昔の職業ですか。それは…ピンポーン、なかなかやるわね。ま、これくらいは進めてますよ。でもそれは私のことも容疑者として見てるからね。お。いいのよ、私たちは探偵なんだもの。たとえ身内でも怪しいと思ったらとことん調べなさい。はい。聞かせてくれませんか、その時のこと。それからどうして弁護士を辞めて探偵になったのかも。いいわよ。そうね、どこから話しましょうか。放送会ってわかるわよね。弁護士や検事、裁判官といった法律に関係する人たちの社会のことですよね。ええ、そう。うちは法曹界に従事する人物が多い家系だったの。さっき言っていた弁護士や検事だけでなく、警察官僚も多く輩出しているわ。だから私も何も考えずにっていうのは少し語弊があるかな。とにかくね、まるで呼吸をするくらい当たり前のこととして弁護士の資格を取ったの。なんだか今の朝露さんからは想像できないですね。そうでしょうね。当時の私って完全に家のメンツに支配されてたもの。だから弁護士になるのが目的になっちゃってて、その先のことを考えていなかったの。司法試験に合格したら今後どうしたらいいのか急にわからなくなっちゃって、そこでようやく自分の人生について考え出したの。そのことを両親に話したら、弁護士になったのなら犯罪者の罪を軽くする刑事裁判で腕を磨きなさいって言われてね。その言葉に愕然としちゃった。それは俺もなんだかなって思いますよ。朝露さんはこの言葉にがっかりしたんでしょう。犯罪者の罪を軽くする。逮捕された人のことを最初から犯罪者と決めつけるのってどうかと思いますよ。特に俺が無実を訴えようとしてるこの立場だからこそね。そう、その言葉を聞いてようやく気がついたの。この人たちは困ってる人たちを守るためじゃなくて、自分たちのメンツを守るために私を弁護士にしたんだ。だからといってあの時の私には両親に真っ向から逆らう勇気はなかった。それでもやっぱり心から納得することはできなかったから、両親が望む刑事事件ではなく民事事件を担当する弁護士になろうと思って、企業の顧問弁護士になったの。それが当時の私にできる精一杯の反抗だったわ。ご両親は反対されたんじゃないですか。まあね、あの人たちにとっては民事より刑事の方が格上だっていうつまらない偏見があるからね。
でも頑として譲らない私を見て条件付きで許しを出した。条件付き？どんな条件ですか？両親が紹介する企業の顧問弁護士になること。それが白川グループだったわけですか。そう、結局親の敷いたレールから外れることはできなかった。でもね、それでもね、ほんの少しではあるけど、初めて自分が選んだレールだったから一生懸命頑張った。白川グループは当時すごい勢いで成長してたけど、裏で相当汚いこともしてたわ。おかげさまで刑事事件を担当したこともあったわね。裏でやってたことが行き過ぎて、いわゆる犠牲者も何人か出ちゃって。白川グループには表と裏の顔があるわけですか。企業の体質というよりトップがそうだったってこと。トップって白川一郎のことですよね。そう、だから私彼とはかなりやり合ったわ。でも両親のこともあったから、白川グループの顧問弁護士を辞めようとは一度も思わなかった。でも結局は辞めたわけですよね。どうしてですか？ただ若かった。それだけよ。こんな悲しそうな表情の朝露さん見たことない。まあそんなわけで、白川とはいろいろと因縁があるのよ。そろそろ行かなくちゃ。この前も忙しそうでしたけど、今どんなことをやってるんですか？人探しよ。その人について重要な情報を握っている情報屋とこの後会うことになってるの。人探しか、厄介ですよね。俺何もできないですけど頑張ってください。私も檻の中にいる人をこき使おうなんて思ってないわよ。でも早くこっちに戻ってきてね。その時は思いっきりこき使ってあげるから。へい。じゃあね。昔の話をしてる時の朝露さんの顔、俺の知ってる朝露さんじゃなかったな。どうだ斉藤、そろそろ自白する気になったか？記憶にないことの自白なんてできるか。俺は殺してない。ビップルームにも入ってないんだ。ふん、では今回はあの話をしておくか。あの話？聞き込みの結果、事件当日ビップルームに入った人間が少なくとも4人いることが分かった。まずは弁護士の沼崎栄太郎だ。彼は白川グループの顧問弁護士だから、被害者と一緒にビップルームに入っても不思議ではない。そして銃声が店内に響いた時、私の上司である近藤が入っている。拳銃を持った犯人がいることを想定し、当初は一人でビップルームに入ったようだ。続いて水谷朝露もビップルームに入ったらしい。ここまでは沼崎先生が言った通りだな。そして最後の一人、客の証言によると若い男がビップルームの方へ歩いて行ったのが目撃されている。若い男？そう、若い男だ。当日現場に入ったのは沼崎栄太郎、水谷朝露、そして近藤和美。いずれも若い男ではない。つまりこの若い男こそが犯人、お前ということだ。ちょっと待て、若い男だからって俺とは限らないだろ。では誰だと言うんだ。そんなの俺に分かるわけないだろ。現場に指紋という痕跡を残しているお前だと考えるのが自然だろ。違うか。だんだんと証拠が揃ってきたな。この件についても論理的な反論を期待しているぞ。では尋問に入る。
お前は VIP ルームに入っていないと主張しているが、その証拠はあるのか？黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。お前は酒に酔っていた。だから記憶を失って何も覚えていないと主張している。だがそれは警察の尋問から逃れるための言い訳にしか聞こえない。お前が酔っていたという客観的な証拠はあるのか？カウンター越しに対応したマスターに聞いてみてくれ。彼が俺が酔っていたことを証言してくれるだろう。お前が酔ったふりをしていたのを見抜けなかったということも考えられるな。信用できないというのなら実験でも何でもしてみればいいだろう。酒に酔った人と酔っていない人を100人くらいごちゃ混ぜにして本当に酔っている人だけを見抜けるかどうか弁護士を通じて聞いたんだ。その実験を受けてもいいってマスターが言ってるってね。ほう、結局お前は酔いつぶれていたと主張するわけだな。そこまで言うのならいいだろう。こちらにも考えがある。その主張に苦しんだ。負け惜しみを言いやがって。では次だ。お前の部屋から出てきた被害者の名刺、これは明らかにお前と被害者が過去に会っていたことを示している。お前は被害者とは面識がないと言っていたが、これをどう説明するつもりだ？黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。VIP ルームにお前くらいの若い男が入ったのを一般客が目撃している。この若い男というのはお前自身ではないのか？黙秘か。まあそれもいいだろう。今日の尋問はこれで終わりにするが、明日は厳しく行くぞ。あと5日で勾留期間が終わる。残っている尋問は3つだ。全てに答えられない限りはお前を起訴することになる。覚悟するんだな。やったね。今日は一番風呂だよ。あのさ、七芝。はい。どうしたの、浩二君？いや、俺たちは一番風呂なんだし、後から入る人たちのことを考えて、先に体を洗わないか？浩二君は優しいね。でもここでそんな気遣いはいらないよ。ほとんどの人は。お風呂にさえ入れればいいと思っているような人ばかりだからさ。中には風呂に入るのもめんどくさいって人だっているくらいだしね。いや、そうかもしれないけどさ。大丈夫大丈夫。ほら、体が冷えちゃうよ。温まってから体洗った方がいいって。まあいいか。なんだよ、怖いぞ。後で背中を流してあげるね、浩二くん。ああ、頑張れ、俺。今日得た情報を振り返ってみよう。当日 VIP ルームに入った人物は
沼崎先生、近藤、朝露さん、そして若い男。警察はこの若い男が俺だと疑ってるようだが、この若い男の正体を探るにはまずは現場の聞き込みから始めるべきなんだろうけど、限られた時間内で調べる価値があるかどうか。今日は分が悪い状態で一日が終わっちまったな。このままじゃまずいぞ。打開策を練らないと。地上に図書室があるなんて知らなかったな。調査に役立ちそうなものでもあればと思ったんだが、どうやら空振りみたいだ。コージ君、どう？借りたい本見つかった？俺が探してるようなものはなさそうだ。そうだね、エッチな本は置いていないみたいだね。そんなもんは探してない。じゃあさ、僕がおすすめする本とか読んでみない？おすすめの本？じゃーん、これだよ。死してなお生きるって、すごいタイトルだな。これ本当におすすめなんだ。ぜひ読んでみて。あー、わかった。これ借りていくよ。やったね。後で感想を聞かせてね。本好きは自分の好きな本をやたら勧めたがるよな。やれやれ。おはよう、のりこ。もう残された日が少なくなってきたね。焦ったら負けだ。ってのは朝露さんの教えだけど。じゃあ焦らないで、諦めずに進めましょう。それじゃあまずは昨日の報告からね。昨日は所長から話を聞こうと思って沼崎法律事務所へ一旦戻ったわ。沼崎法律事務所よ。先輩も忙しそうだから声をかけるのは控えないとね。署員の机が並んでいるわ。私の席は一番手前よ。一息つきたいところだけど、まだ調査は終わってないからぐっとこらえないと。失礼します。新庄君か、お疲れ様。服装か、私はスーツを着ていたよ。白川君もスーツだったな。近藤君もスーツだった。水谷君は私服だったね。事件について何か気がついたことはありませんか？そうだね、今のところはないかな。事件当日に関係者が着ていた服装を覚えていますか？服装か、私はスーツを着ていたよ。白川君もスーツだったな。近藤君もスーツだった。水谷君は私服だったね。私もこういう弁護士になれたらいいな。とても綺麗に片付いてるわ。これで調査を終わりにしようかしら。それでは私はこの辺で失礼します。お忙しい中ありがとうございました。ん、
続き調査を続けてくれ。はい、それでは失礼します。所長から聞いた情報はこんな感じだったわ。被害者沼崎先生、近藤刑事はいずれもスーツか。朝露さんが私服だったのは俺も覚えてる。なるほどね。それと昨日は白川ビルに行ってきたわ。ここが白川グループの中枢、白川ビルね。それにしても大きなビルね。入り口はどこかしら。中に入って話を聞いてみたいんだけど。白川ビルの中ね。外から見ても立派だったけど、中もすごいわね。誰かに話を聞きたいけど、どうすればいいかしら。どう切り出そうかしら。白川グループの話が聞きたいって言えばいいのかな。うん。ええ、いいや。とにかく当たって砕けろね。すみません。私、弁護士の新城紀子と申しますが、先の事件に関して調査をしております。白川グループに関しましてお話を伺いたいのですが、担当の方いらっしゃいますでしょうか。少々お待ちくださいませ。言ってみるもんね。この場合の担当者ってどの部署の人が来るのかしら。はいはい、承知いたしました。お待たせいたしました。広報の者が応対いたします。あちらに応接コーナーがございますので、そちらで少々お待ちいただけますでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。応接コーナーはと、あの机と椅子がある場所ね。家か、憧れるな。でも都内に住むなら駅近のマンションの方が便利な場合もあるわよね。どっちがいいのかな。観葉植物が置いてあるわ。さりげないインテリアにも気を使っているのね。あ、5分、なかなか来ないわね。やっぱり怪しまれてるのかしら。お待たせしました。弁護士の新城様でしょうか。はい、はじめまして。新城紀子と申します。はじめまして。広報を担当しております、中川理恵と申します。お名刺頂戴いたします。それで本日はどのようなご用件でしょうか。はい、私先の事件で被疑者の弁護を担当することになりました。そこでお手数ですが、いくつか御社についてお伺いできればと思いまして。なるほど、承知いたしました。どのようなことからお話しすればよろしいですか。そうですね、まずは白川グループの構成からお聞かせ願えますか。承知いたしました。我が白川グループは住宅建設を主業務としまして、セクションごとに分社化されております。まずお家を建てたいと希望されるお客様と直接応対するのが白川ハウジングとなっております。白川ハウジングはお客様のライフスタイルに合わせ、無理のないご予算で設計段階からご相談いただけるのが最大の強みとなっております。そのために設計士のエキスパートを多く抱えている白川設計と連携を取りまして、お客様のご要望にお応えできる体制を整えております。またお客様がお家を建てる際、ご希望になる場所についても柔軟に対応できるよう白川不動産がございます。各社の連携により、お客様がお望みの場所にお望みの家をご提供できるわけです。なるほど、素晴らしいですね。新庄様もいかがでしょうか。弁護士さんであればマイホームなどは。ええ、そうですね。それはまたいつか。その時はぜひ私を指名していただければと思います。
中川さんは広報の方ですよね。広報の方は営業活動も兼任されているんですか？いえ、本格的にお話を進めることになりましたら担当の者をご紹介いたします。その際に私のご紹介という形を取りますので、通常のお客様にはない特典がつきますよ。ここだけの話ですが、紹介する私の方にもちょっとだけ特典があるんです。ですからぜひ。まいったな。まさか営業されるとは思ってなかったわ。でもここは無理に断るより少し色気を出しておいた方が情報を引き出しやすいかも。それでは他に聞きたいことなどは終わりでしょうか。本社の名刺についてお聞きしたいのですが。名刺ですか？はい、このデジタルカメラのモニターを見ていただけますか？この名刺、前代表のものみたいですね。でもデザインが古いようですが。デザインが古いと言いますと？私がお渡しした名刺をお持ちですか？ええ、こちらですよね。なるほど、確かにデザインが違いますね。前代表の名刺は8年前まで使われていたものですね。世紀が変わって2001年に名刺のデザインをリニューアルしたので、デザインが違っているんです。ってことは、工事が被害者と会ったのは少なくとも8年以上前。ところで、そろそろ新庄様のご新居のお話を具体化しませんか？え、ちょっとそれはまだ。では、せめて顧客情報として弊社にご登録させていただけませんか？顧客情報はずっと残りますので、将来的に改めてご新居をお考えの時、すぐにご対応できますよ。顧客情報？それだわ。すみません、調べてもらいたいことがあるんですけど。あ、はい、何でしょう？顧客情報に斉藤浩二、もしくは斉藤佳代の名前が残っていないか調べていただけませんか？その方は新庄様とどのようなご関係ですか？え？昨今は個人情報の取り扱いについていろいろとうるさいので。どうしようかしら。被疑者ってそのまま言っていいのかな？嘘も方便よね。私の恋人です、斉藤浩二は。あ、ご結婚を予定されているということですか？そんなところです。ご結婚を機にご新居ということですね。おめでとうございます。ありがとうございます。それでですね、もしかしたら彼の名前か彼のお母さんの名前で顧客情報が残っているのではないかと思いまして、先ほどの名刺ですが彼が持っていたものなんです。承知いたしました。それではすぐに調べてまいります。ごめんなさい、中川さん。お待たせしました。確かに斉藤佳代様の名前で登録されておりました。どうやら今から9年ほど前にお家をリフォームされていたようですね。リフォーム？なるほど、その時に社長さんと会っていたわけですね。ええ、弊社の代表と副代表がご挨拶に伺っていたようです。前代表が個人のお客様と直接会う機会はあまりなかったんですが、どうやらお得意様だったようですね。あ、それで新庄様のご新居のお話ですが。それはまた彼と一緒に来た時にでも。あ、そうですね。ではぜひ浩二様とのご来社をお待ちしております。そうできるといいんですけどね。前の社長さん、白川一郎さんの印象ってどんな感じでした？前社長ですか。そうですね、とても厳しい方でした。でも白川グループがここまで大きくなったのは前社長の手腕だと聞いております。ですから経営者としては素晴らしい方だったと思います。経営者としては？それじゃあ
他に何か問題があったのですか？私は下っ端ですからあまり感じなかったですが、上の者たちはいろいろと。今のは忘れてください。そうですか、わかりました。白川グループの新代表ってもうどなたか就任されたんですか？はい、本日対外的にも発表されると思いますが、白川悟という者が就任することになっています。白川悟さんとはどんな方ですか？白川悟ですか？彼は…失礼いたします、中川さん。はい、はい、わかりました、すぐに戻ります。お願いします。すみません、私のお客様にトラブルが発生したみたいでして、お話の続きはまた後日でよろしいですか？そうですか、わかりました。それでは私もこの辺で失礼します。すみません、それではまたよろしくお願いします。中川さん慌てて走っていったわ。それじゃあ私も帰りましょう。って感じだったわ。なるほど。こうなってくると気になるのが新代表の白川悟だな。こう言っちゃなんだけど、被害者が亡くなったことで新代表になれたわけだからな。確かにそうよね、要注意かも。探ってみた方が良さそうだな、白川悟の人物像。それと結婚とご新居。仕方がなかったの。そう言った方が情報をもらいやすいと思ったんだもん。まあそれは別にいいけど、それにしてもリフォームの時にもらった名刺か。これで謎が解けたよ。ありがとうのりこ、これで三浦に反撃できそうだ。ああ恥ずかしかった。それによく考えると浩二に報告する必要もなかったよね、嘘ついたことまで。報告は以上よ。わかった、それじゃあ俺の方で得た情報を教えるよ。まずは取り調べからだ。昨日の取り調べは事件当日 VIP ルームに入った人物についての話だった。警察が確認している範囲では VIP ルームに入った関係者は被害者を除くと4人。俺の上司の朝露さん、殺害現場を保存した近藤刑事、そして沼崎先生と若い男だ。警察としては VIP ルームに入った4人のうち聞き込みで掴んだ若い男というのが俺だと思ってるらしい。だからこの男の情報を沼崎先生に聞いてきてほしいんだ。白川グループの顧問弁護士なら当日 VIP ルームで被害者と会う約束をしてた人物の情報を知ってるかもしれないだろう。もしかしたらこの若い男ってのがそいつかもしれないしな。分かったわ、この件に関しては事務所に戻って所長から話を聞いてくるわね。取り調べについてはこれくらいだな。次に昨日接見に来てくれた人からもらった情報についてだけど、昨日も朝露さんが来たんだ。弁護士になるきっかけ、そして辞めるきっかけについて話をしてくれたよ。朝露さんは、浩二、その話はしなくていいよ。なんでだ？それは水谷さんが浩二に対して話したことでしょ。プライベートなことをあまり話さない方がいいと思う。そういう意味なら特に話すことはないから。うん、了解。もしその話が事件と結びついた時には聞かせて。それまでは浩二の心にしまっといてよ。そうするよ。俺からは以上だ。了解。それじゃあ今日の調査をどうするか指示してくれる？
了解。それじゃあ行ってくるね。ただいま。お疲れ様、コウジ君。で、ノリコさんとの関係はうまくいってる？何言ってるんだ、いきなり。そんなに照れなくてもいいじゃない。まったく純なんだから、コウジ君は。斉藤、石鹸だ。石鹸？誰だろう。のりこさんだったらいいね。で、とにかくだ、その件は後で話そう。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。いや、元気だったかい、斉藤君。すみません、石鹸終了で結構です。待ちたまえ。その秒速の対応は何だ。立ち会い人の係官も驚いているじゃないか。わざわざこうして昔の友人が陣中見舞いにやってきたっていうのに、その釣れない態度はないだろう。何が陣中見舞いだよ、冷やかしに来ただけだろ。そうとも言うね。ようやく僕の思いが報われる時がやってきたんだから。なんだよ、その思いってのは。決まっているだろう。あの子、何かにつけていつも僕の前に立っていた君の、って余計なお世話だ。そもそも君は今、僕のパパにお世話になっているというのに、僕に対する感謝の言葉はないのか。まあ確かに、沼崎栄太郎先生には一度挨拶したいけど、その息子でしかないボンボンの慎太郎君にはとりわけ何も。君に心当たりがなくても僕には大ありなんだよ。僕の華麗な人生の中で君の存在だけが唯一の汚点なんだ。その君が留置場に入れられているなんて、この素晴らしき出来事をこの目で見ずにいられようか。なんで俺そこまでお前の目の敵にされてるのかわからないんだけど。忘れもしない、あれは僕がのりこくんと二人きりで食事をしようとお誘いした時のこと。なぜか君がのこのことついてきて、あろうことか君の分までおごらされ。でもあれに関しては沼崎くんがおごってくれるから一緒に行こうってのりこが言うからついて行ったんだけど、お前ちゃんと二人っきりって前提でのりこを誘ったのか。二人っきりって言ったら警戒されるかなと思って。それだけじゃないぞ。覚えているか、北里先生のズラ消失事件の時だって、せっかく僕がチャンスとばかりに君が犯人だと嘘の証言をしていたのに、君が華麗にポチを見つけてみんなから称賛されて、僕の計画では君はみんなの笑い者になるはずだったのに。そりゃ残念だったな。つかお前かよ、あの事件で俺に濡れ衣を着せたのが。でもまあ、あれはあれで楽しかったけどな。俺をはめるならもう少し複雑な罠を仕掛けた方がいいぞ。そんなことで勝ったと思うなよ。のりこくんは今僕のそばにいるんだ。だけど今は俺の担当弁護士だ。近い存在って意味でなら負けないぜ。君の担当ね。勘違いしないでほしいのは、専属というわけじゃないってことだよ。彼女は優秀な人だから、他にも抱えている事件がいくつもある。むしろ君の事件なんか片手間に調べているだけ。それを十分に認識した方がいい。おっと、そろそろ帰らないと。こう見えて僕は忙しいんだね。司法試験の勉強か。
なぜそれを。いや、勘だよ、単なる。覚えてろ。予想はしてたけど、やっぱりあいつ司法試験受かってなかったんだな。昨日はよく眠れたか。大きなお世話だ。そうか。なんだこの余裕の表情。嫌な予感がするな。早速だが、被害者とお前のつながりを明らかにする決定的な物証が見つかった。吉本君。はい。お前の部屋から出てきたものだ。俺の部屋から。はい。押し入れの奥にあった段ボールの中から見つかったと伺っています。押し入れ。ああ、引っ越ししてから開けてないあの段ボールか。それなら俺のじゃなくてお袋のものだよ。ほう、この手帳はお前の母親のものだと。そうだ、お袋が亡くなって自宅を引き払った時の荷物だ。なるほど、荷物を預かっているとはなかなか母親思いじゃないか。だが正確に言えばこの手帳はお前の母親のものではない。もちろんお前のものでもない。どういうことだ。中を見た方が早いだろう。これは、この手帳は親父の。そうだ、以前お前の父親が働いていた新聞社に問い合わせたら、彼の手書きの原稿が残っていた。筆跡鑑定で一致したよ。親父はフリーのジャーナリストで、以前は大手新聞社の報道部にいたってお袋に聞いたことがあったな。ん？なんだこれ、白川。やはりそれが目に入ったか。そうだ、その白川は被害者である白川一郎を指していると思われる。そうか。ほう、あまり驚かないんだな。手帳をわざわざ俺に見せるくらいだ。親父の手帳だと分かった瞬間に、この中に白川一郎のことが書いてあることくらい想像はつくさ。だから俺と被害者につながりがあるって言いたいんだろ。残念だがな、俺はこの手帳の中身は見たこともなかったんだ。つながりなんてない。まあいい。この手帳を見る限り、お前の父親は被害者のことをしつこく嗅ぎ回っていたようだな。だからなんだよ。親父が死んだのは俺が5歳になった頃だ。つまりこの手帳が書かれたのは今から20年以上前になる。今さらこんなの見せられても俺には全く関係のない話だ。ここを読んでみろ。俺は白川一郎に狙われている。もし俺に何かあったら、それがどれだけ自然に見えるものであっても白川の手によるものだと思ってほしい。これが意味するところはたった一つだ。親父は白川一郎によって殺された。バカな、親父は交通事故で。そうらしいな。だが交通事故といってもひき逃げだったことを考えれば、この文面通りのことが行われた可能性が高いということだ。ちょっと待てよ、なんだよそれ。そんな偶然あってたまるか。今のお前の姿、私はどう捉えればいい。お前が嘘をついているようには見えない。だが被疑者であるお前が被害者とのつながりを隠そうとするのも当然のこと。俺が嘘をついてるってのかよ。お前が正直に話しているという客観的な証拠がない以上、そう考えざるを得ないな。どうなってるんだ、こんなこと。まあいい、そろそろ尋問を始めよう。
お前は VIP ルームに入っていないと主張しているが、その証拠はあるのか？黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。お前の部屋から出てきた被害者の名刺、これは明らかにお前と被害者が過去に会っていたことを示している。お前は被害者とは面識がないと言っていたが、これをどう説明するつもりだ？俺が高校生の時、おふくろがリフォームを白川グループに頼んでいたのを思い出した。その時どうやら俺は被害者と会って挨拶を交わしていたらしい。もっとも今から9年前の話だし、会ったと言っても数分程度だ。忘れてても不思議じゃないだろう。お前が言っていることが正しいとして、会ったのが9年前だという事実を客観的に証明できるのか？ああ、できるさ。俺の部屋から出てきたって名刺、それは9年前まで使われていたもので、それ以降はリニューアルしたものを使ってるって話を弁護士から聞いた。それに9年前、俺の家をリフォームしたという記録が白川ハウスに残っているらしい。なるほど。どうやらこの件はお前の主張が正しいようだ。では次だ。 VIP ルームにお前くらいの若い男が入ったのを一般客が目撃している。この若い男というのはお前自身ではないのか？黙秘か。まあそれもいいだろう。では次だ。お前の父親の手記に書かれていた白川一郎の手によって殺されたという内容、これは立派に今回の事件の動機につながる。この事実をどう釈明するつもりだ？俺は手帳の存在は知っていても、中身を見るのは初めてだった。だから手帳の内容は動機につながらない。ほう、今まで知らなかったか。いいだろう、その主張は認めよう。ただしお前が今までこの内容を知らなかったという証拠が存在すればな。黙秘か。まあそれもいいだろう。今日の尋問はこれで終わりにするが、明日は厳しくいくぞ。あと4日で勾留期間が終わる。残っている尋問は3つだ。全てに答えられない限りはお前を起訴することになる。覚悟するんだな。今日得た情報を振り返ってみよう。被害者が代表を務めていた白川グループ、そこに新代表が就任したらしい。名前は白川悟。果たしてどんな男なんだろうか。次に、俺と白川一郎はリフォームの時に顔を合わせていた。とは言っても俺は挨拶くらいしかしてないから関係と呼べるほどのものではない。ただ
お袋と白川一郎の間には何らかのつながりがあったようだ。次に、まさか親父があんなものを残してたなんて。真犯人はこうなることを予測して俺をはめたんだろうか。まさかな。俺でさえ知らなかったことを知ってる人物なんて。今日は分が悪い状態で一日が終わっちまったな。このままじゃまずいぞ。打開策を練らないと。